直入に言いますと、どうしてわかるんですか？先輩はエスパーなんですか？よかったです。私の胸の内を全部知られてしまうのは困りますから。そうだったんですね。でもそれなら話が早くてよかったです。それで先輩、他の皆さんの曲作りもあって大変なところに申し訳ないのですが、そのできれば私も。本当ですか？よかった、嬉しいです。私の希望、そうですね、その前にストーリーについて説明させてください。演劇部の出し物は、幕末、町の平和を守るために結成された浪士隊のお話です。はい、そうですね。でも倒す悪者は怪異と呼ばれる人ならざるものです。厳しさのあまり他の大使たちから恐れられている浪士隊のまとめ役です。おっしゃる通り、ものすごい挑戦の機会に恵まれました。でも、あ、いいえ、何でもありません。私のイメージする曲の感じを説明しますね。流れ物が集まって一つになり、人知れず脅威に向かっていくというお話なので、運命に翻弄されつつも立ち向かうという壮大なイメージにしたいです。